梅田スカイビルの空中エスカレーター線、ガーデンタワーの屋外型展望エレベーター東芝エレベーター株式会社は神奈川県川崎市幸区に本社を置く東芝グループのエレベーターエスカレーターの製造会社。経営理念はカスタマーデライト。もともとは親会社の東芝が製造した商工機の保守会社だったが2001年に東芝の商工機事業が 全面移管され、開発、設計、製造、販売、据付、保守を一貫して行う企業となった。東芝は、フィンランドのコネ社と1998年から協力関係があり、相互部品供給、共同調達、共同開発を行っている。そのため、コネ社のテストセンターには、東芝、コネ社のブランドロゴが入った。 高速ダブルデッキエレベーターが設置されていた。なお、片方のカゴは、東芝の操作板が、もう片方のカゴには、コネ社の操作板が設置されていた。なお、現在は撤去され新たに、コネ社が、東芝の技術を発展させ、分速600メートルの超高速ダブルデッキエレベーターが後継機として、試験用商工路に据え付けられた。 東芝は1958年から1972年まで東洋大地スエレベータと業務資本提携関係があった関係上自社での商工機事業はエレベーター大手5社の中では最後発であるため国内シェアは上位2社の三菱電機、日立製作所の後陣を排して不動の3位となっているエレベーター大手5社で唯一 公式サイト上で独立系メンテナンスについて言及しており、独立系メンテナンス業者に対する純正部品の外販は価格、納期などで厳しい条件となることを公言していた。また、社外品パーツを使用しないことも明確に求めている。エレベーターエスカレーター、台湾高速鉄道、小島、山田電機、ケイズ電機、ヨドバシカメラ、イオングループ、 大丸新斎橋店、北立、阪急百貨店梅田本店、ラゾーナ川崎プラザ、時は百貨店、三里部、北九州病院グループ各病院に導入。到着アナウンスは、旧機種より、新山志保、深見理科が担当している。代表的な商標については、以下の通り。標準型4人乗り特注型 CV10CV20。CV CV30CV40CV50CV60CV70CL50CL70 CL CL 海外市場向けリニューアル動く歩道1988年に発売された水平型のエスカレータートスウェイありがとうございます